毎度タシミナーニートです。今回は珍しくね、バイクのインプレ動画を撮っていこうと思います。紹介するのはもちろんこの GSX-SN GT。 このバイクは2022年の2月に発売された比較的新しいバイクで、僕はほぼ発売と同時に納車されているので、今だいたい1年と3ヶ月ぐらい乗りました。これまでの間にね、いろんなところへ行ってキャリアの取り付けやったりとか、キャンプしたりとか、まあ、最近の動画見てくれた方はご存知かもしれませんが、ダート走ったりね、一般的なライダーが購入したらやるであろう使い方は一通りやってきました。なので今回はこの GSX-SN GT がどういったバイクなのか、実際のところ乗り味や走行性能はどうなのといったことを正直に紹介したいと思います。まあめちゃめちゃ気に入ってることは間違いないんだけど、このバイクに対していいところも悪いところも思うところがいっぱいあるので、忖度なしで解説していきたいと思います。でまずこの GT の基本的なスペックなんですが、排気量 998cc、 装備重量 226kg、 シート高 810mm、 燃料タンク容量は19リットルとなっております。ご覧の通りね、 1000cc クラスのバイクにしては重量が軽くて、燃料タンクの容量も非常に多いです。タンク容量に関してはこのバイクがグランドツアラーをコンセプトとして作られてるからだと思ってたんですけど、兄弟車であるゴリゴリのネイキッド GSX-SN も同じだったので多分関係ないです。そして特筆すべきがエンジンスペック。このバイクのエンジンは最高出力 110kW、 150馬力を叩き出し、最大トルクは9250回転で 105Nm を発揮します。これはみんな大好きクロスプレーンエンジンを搭載した最速のヤマハ、あの YZF-R1 とほぼ同じです。ていうか R1 超えてるんですよね。もう数値からも分かる通りね、鬼速いのよこのバイク。まあ、それもそのはずでね、過去の動画でも何回か言ってるんですが、このバイクのエンジンってスズキが誇るスーパースポーツ GSX-R1000 のエンジンなんですよ。でそれだけヤバいエンジンを積んでるなら扱うのも難しいんじゃないのと思われる方もいるかもしれませんが、全然そんなことなくて、むしろ乗りやすいです。あ、みんなちょっとあそこ見て、あそこガンダムだ。はい、失礼しました。で扱いやすさには理由が2つありまして、1つはバーハンドルであること。やっぱりセパハンで姿勢低くするのは見た目はかっこいいけど、ツーリングでの操作性だったらバーハンドルでちょっと上がってた方が断然乗りやすいです。それからまあ最近のバイクでは珍しくないんだけど、パワーモードセレクト、これがついてるおかげでどんな状況でも全然扱いやすく乗ることができます。モードセレクトはよくある3段階タイプで、はっきり言って扱いに困る A モード、控えめになると歌ってるくせに一番ちょうどいい B モード、あんまり使わない C モードの3パターンがあります。C モードは最も穏やかなスロットルレスポンスとトルク特性が特徴、ウェットな路面や滑りやすい路面などでライダーの負担を軽減と公式サイトで紹介されている、いわゆるレインモードなんですけど、僕これまでのバイク人生でパワーモードセレクトっていうのをほとんど使ってこなかったので、ダートに突入した時も C モードに変更するの忘れて B モードで走ってたので、多分なくてもなんとかなります。次におそらく一番使い勝手がいい B モード、市街地走行やツーリングなどに適応するようにチューニングされており、コントロール性が高いモードになっていると公式で紹介されている通り、 A モードと比べるとかなり扱いやすくなります。まあ、とはいえね、元が元なんで下手にガバ開けとかすると普通にぶっ飛ぶので、扱いにはある程度の加減が必要です。そして封印を解き放つ A モード。僕はこのバイクに乗る前に似たような性能をしている川崎の忍者1000に乗ってまして、あっちもねパワーモード変更ができたんだけど、加速すると物足りなかったので常にフルパワーで乗ってたんですよ。しかしこのバイクに乗り換えて最初 A モードで乗ってたんですけど、やめました。せっかくだし A モードをちょっと試してみましょう。はい、今これが B モードですね。でこのスイッチをなんかポチポチってやると A モードになりましたと。はい、今 A モードになってるんですけど、あんまり違いが分かりません。しかしね、これ走り出すと全然違うんですよ。今走り出しの時点でもう外側にちょっと膨らんだっていうか、久々に A モード使ったんで B モードの乗りでスロットルを回すとやっぱり怖いですね。ちょっとだけ回してみます。ダメだこれ、やっぱりちょっとこれ早すぎるね。街乗りだと本当にちょっと怖いぐらいのレベルの加速感です。はい、 A モード終わり。もうスロットルレスポンスがピーキーすぎて、乗れるは乗れるんだけど峠とかだとまずオーバースペックだし、道路の段差とかで間違ったスロットルバーって回しちゃうと本当に吹っ飛ぶぐらいね危ないです。
あと街乗りだとエンジンが無駄に回りすぎて燃費も確実に悪くなりますね。なので普段はもうずっと B モードで乗ってるんですが、 A モードにするとね、もうこれ普通にアップハンの GSX-R 線と貸すんですよ。なのでサーキットしかり特定の状況ではすごく楽しいモードになると思います。そしてこのバイク、走行性能の他にもう一つ優れてる点があるんですよ。そう、積載力ですね。この GSX-SN GT はスーパースポーツのエンジンを搭載してるくせに、便宜上はツアラーってことになってるので、最近流行りの純正サイドパニアなどが用意されてます。でこれがねめちゃくちゃ便利なのよ。純正品だから車体にそのまま付け外しができる上、バイク本体と同じ鍵で開けられる 1K システムにも対応してます。容量もすごい大きくて、まあキャンプとかで使うとこんな感じなんだけど、まあ、本当にいろいろ詰めます。まあとか言いつつ、実は遠出するとき以外は車幅が広がるのが嫌だから僕はつけてないんだけど、なんとこの純正パニア、ジビ製のリアボックスと同時装着ができるんですよ。まあこれもちょうど1年くらい前に撮った動画なんですが、工具さえ持ってればジビのリアキャリアが誰でも簡単に取り付けられるので、モノロックケースとかね、すごいいろいろな種類のリアボックスをつけることができます。なので普段はトップケースだけつけて、旅に出るときだけポポンみたいな、そういう使い分けもできちゃうんですよ。あ、ちょっとここ2巻あるんだった。休憩しよう。はい、それでここまでは結構いい点を紹介してきたんだけど、実はこの GT 欠点もいくつかあります。まず燃費がすこぶる悪いです。まあ立体4気筒は大体同じようなものかもしれないんだけど、とにかく燃費が悪い上に当然排浴仕様なので、めちゃめちゃ維持コストがかかります。燃費は人によって多少差が出ると思うんだけど、僕は結構キビキビ走っちゃう方なので、いつもリッターあたり16から18の間くらいですね。バイクなのにね、下手したらその辺の軽自動車よりも燃費悪いっていうね。あとは昔の動画でも言ったんだけど、ツアラーのくせに暴風性能がかなり弱いです。まあ便宜上ツアラーなので仕方ないんだけど、純正スクリーンはもうこれほぼ飾りですね。僕は風ノーガードのオフ車で寒い東北行ったりとかしてるんで、まあ結局ハイスクリーン買わずに1年間乗ってきちゃったんだけど、これに関しては前に乗ってた忍者戦がめちゃめちゃ優秀だったので、なおさら弱いと感じますね。そして最後に致命的な欠点がありまして、実はこのバイク、スマホアプリと連動して、この大きな液晶メーターに地図を出したり、オーディオをいじったり、いろいろできるマイスピンっていう機能を売りにしているのですが、このマイスピンが全く使い物になりません。まあこれに関しては他の GT 乗りの方も結構触れてるので簡潔に説明しますが、基本的に操作は左手のこの物理キーで行うので、地図の目的地入力などもこの方向キーみたいなので、 IUO 順から1文字ずつ目的地を打たなきゃいけないというファミコンのドラクエみたいな仕様になってます。それからインカムとバイク本体とアプリで3点接続ができるってことになってるんだけど、頻繁に接続が途切れます。なので買って最初の1ヶ月は使ってましたが、それ以降全く使ってないです。もしアップデートなどでそれらの点が改善していたとしたら、改めて検証しますので、その際は教えてください。でもね、逆に言うと、このマイスピンが快適に使えてたとしたら、このバイクとんでもないことになっちゃうんですよ。だってみんな冷静に考えてみてください、まあ、最近のリッタースポーツってどれもこれも200万超えが当たり前なのに、一つ前の R1 よりスペックの高いエンジン積んで、トラクションコントロール、クイックシフター、クルーズコントロールがついてて、このバイク車両価格160万円なんですよ。おかしいでしょ。これと同じスペックと装備のバイクをホンダやヤマハが出したら、皆さんどうなると思いますか。ほぼ200万円コース確定ですよね。多分一番のライバルであろう忍者戦 SX との価格差を縮めたかったんじゃないかなと思いますが、それにしても鈴木さん、このバイクを作るにあたって相当企業努力してただろうなと僕は感じてます。最後にまとめですが、このバイクがおすすめな人、旅が好きで荷物も積みたいけどスポーツ走行も楽しみたいっていう欲張りな人、最適解です。買ってください。このバイクがおすすめじゃない人、ゆったりのんびりツーリングを楽しみたい人、買わない方がいいです。ちなみに初めての大型で持つのはどうなのっていう意見もあるかもしれないんですが、僕はありだと思います。まあ、やっぱりパワーモードセレクターがついているので、最初は C モード、 B モードからゆっくり鳴らしていけば全然安心だし、トラコンもついてるからパワーの割にはハイサイドのリスクも多分低いですよね。まあ、もちろんかなりパワーの強いバイクだということをしっかり意識して、まあ、慣れてきた頃にスロットルを無駄に回しすぎないとか、そういった点だけ気をつけていれば、まあどんなバイクでも大体安全に乗れるんじゃないかなと僕は思ってます。逆に SS とか乗ってる人はこのエンジンスペックでアップハンで乗りやすすぎてやべってなると思うので、1回ぐらいねレンタルとかでいいので乗ってみてほしいですね。スピードとパワー、積載力、そしてコストパフォーマンスまでも追求した素晴らしいアイアンマン。
これがこの GSX-S1000GT です。これからもこのバイクとともにいろいろなことに挑戦していくので、どうぞ応援よろしくお願いします。まだね。